もうええ感じかな。開けてみましょう。ええ感じやね。水分がなくなったらもう出来上がりかな。どんなもん？わあ、ええ感じやね。わあ、わあ、ちょっとこの茶色に仕上げて、わあ、美味しそう。ほれ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 、こんな感じになってるよ。本日の材料はこんな感じです。まずはキャベツ1玉、それとニラが2束、それとミンチ肉が牛肉と豚肉のミンチ 350g です。ではまずキャベツを切っていこう。まずは半分に切ります。こんな感じやね。こうね、縦にやって、これでこうやっていきます。こんな感じでね。で、あとはこういうところをこう細かに切ってもらえたらいいですけれども、で、あとはこれを横にするでしょ。横にして、あとはもう適当にこの辺を切って切って。で、ちょっとこの辺の大きいところもこうね。で、ちょっとこの、まあ、あの先に細かいところを先こう作っていきましょう。で、続いてはニラいっとこうか。やっぱりさ、餃子にはニラっていうのは絶対必要やんか。ちょっとこの下の方はちょっとここ切って、で、この辺はもうほんまにこんな感じか、こんな感じかな、こんな感じで、もう適当にちょっとね、歯ごたえあった方がええと思うんで、もうこのぐらいに切ってもらう方がええと思うんやけど、こんな感じかね。ほんまニラは餃子の命と私は勝手に思ってんねんけれども、だからほんまこの何て言うの、風味も豊かにせなあかんから、このぐらい、これでさっきのこのね、あのキャベツ入れた、ここに入れる。はい、こんな感じになりました。あとはここにちょっと下味つけていくんで、まずはごま油、ごま油をもう適当でいいです。適当、もちゃーっとこのぐらい入れといて、量が量なんでね。で、次塩、アルペンザルツのいつもの塩いっとこう。白をちゃらーっとこんな感じ、これも適量ですよ。ちょっとね、量が多いからちょっとこのぐらいでいってみて。で、次はこれ、大事な隠し味、ニンニクでございます。ニンニクはね、これもチューッとこのぐらいいっとこうか。はい、もう適量適量。ほいで、ここで隠し味、これ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 、生姜、生姜も同じぐらい、じゃらーっとこんな感じぐらいいっといて。はい、で、あとはこれを揉み込んでお肉を入れて完成なんで、しばらくこれ揉んでいこう。こんな感じになったんでね、ここに今度お肉ね、お肉入れていく。お肉をもう好きに入れていってください。で、ここでよく揉む。大きな餃子作っていきたいんでね、こういう一般的な皮あるでしょ、これを並べるんですよ。で、こう並べて、並べるこの、何ていうの、重ねるところにはこのお水をつけてまた並べる。
で、この重なるところをこの下の部分4つ作ってください。4つ作るっていうか4つをくっつける。だからこんな感じね。で、ここにもこうつけて、こんな感じで、ここをこうちょっと押さえていく。こうね、大きな皮が1枚出来上がるんですよ。これこんなやつ、これを作ってください。そうすると、まずこれのここね、ここ2つをこう重ねてもらって、ここにお水をつける。お水をつけて、こうね、袋状になるように、これでいいです。で、ここに餡を入れてこう蓋するわけやね。な、大きな餃子の出来上がりです。ここにたっぷりと、このこんなもんでいいかな、たっぷりと入れて、で、これを塞いでいく。このね、ちょうど手のところ、ここにお水つけといてくださいね。で、こうね、蓋していく。蓋していって、こっちも蓋していく。だからちょっとね、いびつな形になるかも分からへんけれども、ほれほれほれ、こんな格好、ちょっとなんていうの、箱舟みたいな格好になったけれども、これ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 、こんな感じで一個完成。はい、こんな感じになりました。まずは油を引きまして、ええ感じやね。はい、で、火をちょっと緩めてもらって、さっきのこれ餃子3つ、これを適当に並べる。並べて、はい、あと 100cc ほどの水、これをさらっとこう入れてください。入れて、あとはここで蓋をする。これで約2分ぐらいですね。もうええ感じかな。開けてみましょう。ええ感じやね。水分がなくなったらもう出来上がりかな。どんなもん。わあ、ええ感じやね。わあわあ、ちょっとこの茶色に仕上げて、わあ美味しそう。ほれ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 、こんな感じになってるよ。ではでは、これを移しましょう。どでか餃子完成。それで本日のどでかい餃子完成しました。それで今日はね、タレは作ってなかったね。いつものこの市販のタレ、これでいきましょう。スーパーで売ってるやつね。だからこれに、そうですね、もうめんどくさいから、ちょっとこうチャラッとこうかけよう。かけて、チンと当たってるってで、これね、ほんまなんていうの、餃子とかでも小さいのが多いやんか。だからもうどでか餃子、これいっときます。うん、うまい。これ見せたらちょっとババチリかもわからないけど、中ね、ぎっしりこのあん入ってるから、ほんでニラをたっぷり入れたから、ニラの風味、それとキャベツのシャクシャク感、たまりませんわ。うまっ。うん、これほんま餃子一つでだいぶの食べ応えあるで。これちょっとこのタレつけて、ちょっとねえババチけど、見てもうたらさ、具がたっぷり入ってるよ。こんだけほんま餃子ちゃう、ニラをたっぷり入れて、キャベツたっぷり入れたら、うまいうまい。うん、アキボークッキング第2弾か、もう分からん。あの餃子、何せ今日のテーマは、なんていうの、あの餃子にもいろんなメニューがあって、いろいろこれ入れてあれ入れてとか、もうややこしいのとかいっぱいあるやんか。あのね、お手軽に料理したいなっていう人にしてみたら、ほんま簡単な料理かも分からへんねんけど、それでもやっぱり面倒くさいやんか。だからできるだけ簡単にあの餃子作ったろと。それとやっぱりいつも一個一個の餃子小さいから、バカでかい餃子をよりお手軽に作ろうと思ってできた餃子がこれでございます。バカでかい餃子実食するとうまいでございますわ。それでね、ほんま前回のやったビールカレーに続いて、またほんまうわー、なかなか面白そうやんけっていう人がいらっしゃいましたら、同じに作ってみてはいかがでしょうか。ということで、またね、次回のクッキングもなんかいろいろやってみますんで、また皆さんのリクエストもあったら、コメント欄ください。ということで、また次回の動画お楽しみください。本日も長々ご視聴ありがとうございました。ということで、次回の動画をお楽しみに。さよならー。